2PM のテギョン、除隊後初の復帰作。人の最後が見える能力を持つ青年が連続殺人事件の真相を追う。預言者、刑事、監察医、一つの事件が宿命の3人を結びつける。未来を変える過去の事件が動き始める、ミステリーサスペンス、ザ・ゲーム。5月26日、1話先行放送。